はいどうも、キスミでーす。いや、皆さんもう少しで夏も終わってしまいますね。全然私夏っぽいことしてないので、今日はこちらを食べようと思います。はい、アイスクリームです。まあ、夏といえばやっぱりアイスクリームですよね。アイスクリームが非常に美味しい季節となっております。で、このアイスクリームを見ているときに、ふと思いつきました。このアイスクリームを大根おろしのおろし器のようなものでガリ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 削るとかき氷になるのではないかなと。現にこのガリガリ君は確か昔になんかかき氷にするようなアイテムがあったと思うんですよね。今回はそれをちょっと 3D プリンターで記憶をたどりながら復活させてみたいなと思いまして、 3D プリンターでアイスクリームをかき氷にするマシーンを作ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、ちょっと下手くそな絵なんですけど、描いてみました。はい、まずこれ、アイスクリームです、これ。アイス。これ、アイスね。このアイスクリームを、こんな筒状の容器の中にぶち込みます、こいつが。ピューって。で、ここの部分、これ。ここの部分が、こんな感じでね、大根おろしのようになっていれば、ここでアイスをこう、ぐる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 回すと、ここで削れていくわけです、アイスが。ジャリ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 って。おろし器か。おろし器のようなものを作ると。で、粉々になったアイスがパラパラパラと、もう粉雪のように落ちていって、最後に器にかき氷がこう溜まっていくという設計図でございます。俺の頭の中ではね、もう完成してるんですよ、これ。俺の頭の中では、この通りに行くはず。じゃあ早速これを参考に設計していきます。それでは、まず、アイスを設計していきます。大体ですけど、一応簡単には測っています。これで OK。 あとはこのアイスを基準に先ほど説明したマシーンを作っていきます。ここで何回も途中でミスしてることに気づいて、もう作っては戻り作っては戻りを繰り返したんですけども、なんとか形にはなってきました。まあ、最終的にこのおろし器の部分はなんかボッテガみたいになったんですけども、まあいいでしょう。はい、設計できました。かき氷マシーンです。まあ、この状態だと何のこっちゃ全然わかんないですね。印刷プレビューです。16時間47分かかります。いやー、だいぶ印刷長いんで、これ絶対失敗できないですね。なので、今回は土台の印刷はなしです。やっぱり会社帰ってきたタイミングでできてるのが一番好都合ということですね。じゃあ、印刷してこっか。ということで、完成しました。アイスクリームをかき氷にするマシーンです。いや、結構可愛い形状してますよね。今回ちょっとツーブッター設計したろうと思って、これ使わない場所を削るのを肉抜きっていうそうなんですけど、肉抜きの仕方がめちゃくちゃ下手くそですね。なんか危険信号のマークみたいな感じになっちゃいましたね。で、この穴がアイスの棒を刺す穴です。ではもう片方見ていきましょう。これはまあ筒ですね。で、中にはこのように無数のトゲが入っています。ちょっとこのトゲ、小さすぎました。この時計めちゃくちゃ小さいんで、ちゃんと削れるかは、ちょっと心配ですね。それではもう一度原理のおさらいをしましょう。まずこの部分にアイスの棒をはめます。そして、こちらにこれを突っ込みます。実際にアイスが入ってるんで、この辺ぐらいになると思うんですけど、ここでぐる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 こうやって回していくと、ここからシャリ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 、アイスじゃない、かき氷がポロ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 粉液のように落ちていって、かき氷ができるという。それが令和のかき氷マシンでございます。じゃあもうちょっと我慢できないんで、早速使っていきたいと思います。それではアイスクリームを用意しました。開封していきます。ガーリガーリ、まずはアイスの棒をここにセットします。 OK で、この中にアイスを入れます。あとはこの筒を振るだけでかき氷ができるということです。ではいきます。どうだ？お、お、お、お！すごい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 ！すげえけど、穴から出ねえな、これ全然。パワーで押し切れ。出ろ！おら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 ！よらすごい！それっぽいのはできた！めちゃくちゃ汚ねえ。はい、ちょっと下にこぼれたやつも回収したんですけど、どうですかこれ。かき氷っぽくないですか。いや、いろいろと設計ミスしましたね。ガリガリ君をさ、おろし器でするところも、もう穴が小さすぎて、全然出なかったんで、もうこれ、結局、ほじくりました。一応、かき氷マシンで、なんとか作ることは、できましたけど、かなり不完全燃焼な結果になりました。はい。
めちゃくちゃ微妙。それではせっかく苦労して作ったんで食べてみたいと思います。いただきます。うん、四角花瓶が、うん、普通に食うのと何も変わらんなこれ。まあ、とはいえちょっと夏っぽいかき氷感はちょっとは味わえるかもしれないですね。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。まあ、まあ、超微妙な結果になってしまいましたが、一応夏のかき氷感は味わうことができました。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃ、まったねー。